この取り組みは立川市で育児中のお母さんによるシネマの玉手箱2015実行委員会と地元の映画館立川シネマシティ、そして立川市役所が協力して開催するもので、今年で9回目となります。当日は貸し切りの上映室で、途中で赤ちゃんが泣いても気兼ねすることなく映画を鑑賞することができます。また照明も通常よりも明るくするなど、上映環境も子どもたちに配慮。さらにロビーにはベビーカー置き場、おむつ替えや授乳のためのコーナーも設置され、子ども連れでも安心して映画を楽しめる工夫がされる予定です。おととしには販売開始から1週間でチケットが完売するなど好評を博しました。そんな映画会を企画するのは、現在子育て真っ最中のお母さんたち。昨日の会議では、今年やってみたいと思うことについてワークショップ形式で意見を出し合いました。一人で参加したけど、ちょっとつながりが欲しいなっていう人を、実例でつながったと。そこでは映画を鑑賞するだけではなく、お母さん同士が交流するきっかけとなる仕掛けを作りたいといった意見が出されていました。子供連れで行動が狭まることが多いかなというふうに思うんですけど、赤ちゃん連れでもいろんなことやっていいんだよっていうのが分かるような楽しいものにしたいと思います。授乳できるスペースやおむつ替えスペースとか、ちょっと遊ばせられるスペースもあって、もうすごく安心して来ていただける映画会にしますので、ぜひ楽しんで楽しいひとときを過ごしていただきたいなと思います。なお、このシネマの玉手箱は今年10月28日に開催される予定です。